青葉の教材セットを使ってビー玉転がしの部品を作りましょう。まずはじめに部品を入れておくための箱台紙を組み立てておきます。台紙の縁に名前を書いたら折り目をしっかりとつけます。裏返してもう一度折ります。内側が白くなるように角を貼ります。ボンドを薄くつけてください。ボンドだけではすぐ取れてしまいますので、セロテープを貼っておきましょう。接着剤の扱いを練習しながら部品を作っていきましょう。細長い段ボールが入っていますので、ビー玉に合わせて切り取って仕切り部品を作っていきます。手を離した時に伸びてしまうような形でつけるとすぐに外れてしまいます。ボンドをつける前にしっかりと折り癖をつけてください。ボンドは縁のところに盛り上げるようにたっぷりとつけます。そして少し大きめに切った台紙の上に位置を決めたら一発で置きます。ボンドが乾くまではずらさないようにしてください。 L 字型の部品を作ってみましょう。半分に折って L 字型になってから、先ほどと同じようにボンドをたっぷりとつけて台紙の上に貼ります。T 字型のパーツは少し難しいです。この間のところにもボンドをつけて、このように貼ると T 字型になります。簡単にできるのは長いまま使う方法です。好きな形に曲げたら、そこにボンドをつけて、台紙に貼ります。大きい段ボールを使って面白い形の仕切りを作ってみましょう。斜めやジグザグに切ったら、ビー玉が通る通り道を開けて形を作ります。同じようにボンドをたっぷりつけて台紙に貼ります。今度はトンネルの作り方です。紙に癖をつけたら、今度はこの2箇所にボンドをたっぷりとつけます。この向きに置けばトンネルの出来上がりです。もっと細長いトンネルも作ってみましょう。長いので真ん中に穴を開けてみます。後の作り方は全く同じです。滑り台の部品も作っておきましょう。型紙を用意しています。それに従って作っていってください。滑り板は滑る部分が2センチ幅、両側は1センチです。ハサミをこんな風に使って折り筋をつけておきましょう。両側を折って滑り板の完成です。支柱は 2.5 センチの角柱です。折り筋を入れたら、一番下の部分を2センチほど切り取っておきます。折り筋を表からと裏側と何度も折って、のり代の部分1センチのところに
ボンドをつけます。ボンドははみ出さない程度に薄くつけてください。ここでしっかりと押さえて貼り付けます。外れやすいので、そーっと四角い筒にしてください。こちらが下になります。この部分にボンドをたっぷりとつけて、台紙の上に貼ります。支柱は短いものも用意しておきましょう。